ホームズ、さあ、僕は何を信じればいいんですか？教えてください。教えてください。ホームズさん。人に頼るんじゃないよ、この無能は。白い人に立ち尽くし、空っぽの天井へと語りかける。語りかけ続ける。でも返事はない。いくら呼びかけても、問いかけても。なんだっけ。 まあいいや。と ホームズさんは僕の前に姿を見せてはくれないのだった。無能さん、文学さんをおんぶして戻ってくるなんて、どうかなさいましたの？社畜がいたんだよ。調査の途中で眠っちゃったんだよ。疲れているのかもしれないね。なんで言わないの？社畜さんに眠らされた文学さんをおんぶしてロビーへ戻ってくると、家族さんがロビーのソファで何か作業をしていた。何をしているんですか？人数分のタオルケットを用意しているのですわ。もう仮眠室は見つかりませんし、今夜はここで全員眠ることになりそうですからね。気が利く。さすが自称リーダー。確かに地べたで眠るよりはこのロビーのソファーの方がずっと快適ですね。地下迷宮では全然体が休まらなかった。夜と睡眠については全然考えを回っていなかったから、とても嬉しい計らいだ。ありがとうございます、家族さん。僕も今日はいろいろあって疲れたし、少し休ませてもらいますね。そう言って文学さんをソファに寝かせた。その時、資料室で何がありましたの？バレてる。不意の問いかけにドキリとした。何かバレるような発言をしてしまったかな。余計な心配をかけるのも良くないので、僕は表情に出てしまわないよう取り繕いつつ答える。無理だ無理だ、やめとけやめとけ。大丈夫、何もありませんよ。ろくな成果も見つけられずに、ちょっと自己嫌悪に陥ってしまっただけです。嘘が下手ですわね。上司に内緒で全てを抱え込もうとする不器用な社員に顔がそっくりですわ。そういう社員がいるんだな。なんて敵方の指摘だ。グーの音も出ない。黙り込んでしまった僕の顔を見て、家族さんは一つ深いため息をついた。まったく、私が言うのもおかしな話ですけど、もっと他の方々の力を借りていいのではなくって？だって危険人物の存在をわざわざ秘密にしておく方が間違ってるでしょ。そもそも一人でこの事件を解こうとしていた私に協力を促したのはあなたではありませんの。そうですね、ごめんなさい、何も言い返せません。でもこれは僕自身の心の問題ですから、他の皆さんを巻き込むのはおかしな話だと思うんです。僕自身で解決をしないと。おバカさんですわね。庶民は視野が狭くていけませんわ。お前も広くはないけどな。家族さんは高笑いを上げて僕の鼻っ柱を指で弾いてみせた。よろしいこと？探偵の仕事は他人事が基本ですわ。不倫調査から迷子のペット探し、果てには殺人事件まで、基本的に他者から仕事が発生するものなのです。まあジャッジエイズでもそうだよな。確かに。たまたま探偵ゲームを二重にやってますけど。他人事に首を突っ込むのは探偵家業の三が。分かったなら私にあなたの事情を話してごらんなさい。分かりました。いやー、待ってよ。裏を書いてなんか大逆転で家族が八ヶ橋側だったとかありえなくもないよな。ピンカートン探偵社っていうのも由緒正しいでかい組織なわけだし、八ヶ橋と絡んでると考えてもおかしくはないよな。家族ではないと俺は思ってたけど、意外とそこを裏切ってくるかもしれないし、どうだろうな。それから僕は家族さんに先ほどの出来事を全て話した。
自分の名前が理想探偵として記載されていたこと、その上死亡扱いを受けていたこと、そこまで喋っちゃった。そして社畜さんが現れ、外道探偵の殺害に協力するよう相談を受けたこと、まあそこを話した方がいいわ。それは確かに不思議ですわね。普通に考えれば本当は無能さんこそが理想探偵で、私たちの知るホームズは2代目であったと考えるのは自然ではなくって。うん、そうなりますね。でも僕にはその時の記憶が全然なくて、むしろ10年前に覚えていることといえば、ホームズさんにそっくりな女の子が目の前で死ぬ光景なんです。それなのに自分が理想探偵だなんて変ですよね。ですが、それも夢の中の話なのでしょ。夢の話が多少現実と食い違うことくらい珍しくないのではありませんの。それもそうなんですが、ただの夢だとも思えないんです。それくらい強く広く、サイカちゃんが死ぬ光景は脳裏に焼き付いているんですよ。なんか置き換えられたとか。まったく、本当にあなた変なところで頑固ですわね。そこまで言うなら私も信じて差し上げますわ。ただね、あなたが記憶喪失だとすれば腑に落ちる点もありますの。腑に落ちる点ですか。と言いますと。ええ、それは理想探偵のあなたへの態度ですわ。ああ。あなた見せかけでも擬態でも何でもなく、本当に特技がないのでしょ。擬態っていうか、ここまでストレートに言われるとさすがにきつい。でも事実なので、どんだっけ、思考を返しただっけ。私はね、幼い頃から本物を見せられて育ってきましたの。本物を見抜く審美眼には自信がありますわ。ああ、さっき言ってた審美眼か。ですから一目で見抜けたのですわ。あなたが探偵としての才覚を有さない、名前通り無能な探偵であることをね。反論のしようがありませんね。実際この島を訪れた時に僕は探偵としての基礎もままなりませんでした。ホームズさんに教わらなければきっと本当に無能なままだったと思います。ホームズが直々に指導していることもまた腹立たしかったのですけれどね。お、嫉妬か。理想探偵ともあろうものが何故このような偽物を評価するのか不思議でなりませんでしたわ。ただそれも記憶喪失なのでしたら納得できるというものです。あなたが理想探偵から信頼を得るほどの探偵であったとしても記憶がなければ無意味ですもの。自分の記憶も信じられないなら僕は何を信じればいいんでしょうか。ホームズさんが教えてくれたことも、社畜さんが語ったことも、僕の覚えていることも、すべて少しずつ噛み合わないんです。わからないことが多すぎて、どうにかなってしまいそうですよ。逆に言うと、噛み合ったとき、いろいろ分かってくるんじゃないか？では悩む前に、まずはすべてを思い出すことを優先なさい。簡単に言うな。家族さんがきっぱりと言った。すべてを思い出すってどうやってですか。他にも書籍はあったのでしょ。それに貴重なデータの保管されたパソコンもたんまりありますわ。私はこの島での経験で学びましたの。判断材料が揃う前に結論を急いだところで解き明かせる謎などないとね。なんかこの無能ことワトと理想ことサイカはFF7 のクラウドとザックスみたいな関係なのかもしれないね。この島で結論を急ぎすぎていた私を手助けしてくださったのは無能さんじゃありませんこと。ピンカートン家の誇りにかけて借りは返させていただきますわ。そりゃどうも。僕が家族さんを、正直目の前の問題を解決することに精一杯で、そんなことを一切考えていなかった。まさか家族さんがそうして受け止めてくれていたなんて。
木刀が熱くなる。ダメだ、恥ずかしいけど涙をこらえきれない。泣き虫な名探偵さんですわね。これだから庶民は世話が焼けるのですわ。あなたがただの石ころではなく、磨けば光る原石であることはよくわかっています。今のあなたなら信じても良いと思いますの。お前は信じていいのか、大丈夫か。大丈夫だと思いたいけど。庶民を救うのは上流階級の務め。私でよければ力を貸しますから、いつでも頼るとよろしいですわ。ありがとうございます、家族さん。まあでも肝心なとこ抜けてんのがこいつなんだよな、なんだけど。家族さんに手渡されたハンカチで涙を拭いた。そうだ、泣いている暇なんてない。僕らは社畜さんと下道探偵を止めるためにわざわざこの研究棟まで追ってきたんだ。まずは何としてでも彼らを見つけ出し捕まえる。そして一緒に僕の失われた記憶の断片も見つけ出そう。さて、あなたの過去はさておき、社畜さんの暗躍については科学さんたちにも情報共有しておかなければなりませんわね。ガックンとか危ないじゃん。一番一人にしたらダメなんだけどな。あ、まあ一人にしてって言ってたっけ。彼らが作業中の分電盤へ行ってきますから、あなたはここで文学さんを見ていなさい。あれ、そういえば美食はどうした。今となっては個人の戦闘力が一番高いのは美食だからな。確かに家族さんの言う通り、結論出すのは早計だ。まずは、僕は忘れていてホームズさんを覚えている10年前の真実をちゃんと思い出すことから始めないと。ホームズさん、聞こえてますか。いる。また返事がない。意識の沈下中だとすればあと数時間はこのままだろう。僕自身だけの力でここまでに分かった10年前の誘拐事件の情報をまとめないといけない。10年前に僕らを誘拐した探偵同盟の前身である機密警察という組織、実行犯はその組織に所属していた社畜さんだ。この事件は単なる誘拐ではなくて何らかの異能を開発するための実験だったらしい。社畜さんによれば八つ崎港事件を引き起こしたのはこの実験の生き残り、社畜さんが不滅探偵と呼ぶ人たちだ。ここまでは社畜さんも語っていた事実、まず正しい情報と考えていいだろう。僕が誘拐されたのは不滅探偵たちが施設から逃げ出した後、そこでサイカちゃんと出会って洋館とつながっていたあの地下牢に監禁され続けた。例の地下迷宮が異能の開発のための実験施設だとすると、昔理想探偵に選ばれた僕は地下迷宮を生き延びたことがあるのか。これはあくまで資料室で見つけた本の情報、真偽も詳細も不明だ。ただ社畜さんがあれだけ本気で回収を試みるくらいだから情報は間違いないはず。でもその後僕は何らかの理由で理想探偵ではなくなって、今ではホームズさんがその役割を担っている。ホームズさんは僕が過去に出会ったサイカちゃん本人だと語るけど、僕の記憶にはサイカちゃんが死ぬ光景が焼き付いて離れない。この記憶に間違いはないと思う。それは疑いようがないほど鮮明な記憶。サイカちゃんは僕の目の前で死んだ。この光景嘘だとは到底思えない。でもホームズさんは自分はサイカだと名乗っている。僕を理想探偵として記録した資料、死んだはずのサイカちゃんを名乗るホームズさん、そして僕らと同じ実験を生き残ったという不滅探偵。わからないことだらけで頭痛がしてきた。こんなにも頭の悪い僕が理想探偵を名乗っていたなんてにわかには信じられない。僕が理想探偵だなんてやっぱり嘘っぱちだよ。自分の能力のなさを痛感して一人深いため息をつくのであった。ああ、じれったいな。もう我慢できないよ。こいつ隠れてる今。目の前にいる？無能くん。俺の手で君を目覚めさせてあげるよ。物陰にいるのかなこいつ。9日目朝。夜が明け、僕らの一日がまた始まる。おはよう、無能くん。お前いたのか。 ああ、おはよう、飛脚くん。昨日は遅くまで作業お疲れ様。
こいつもさ、無能たちと同い年だよね。ゲドウもそうだけど。どうしたの？あまり顔色が優れないみたいだけど。お前に言われたくないわ。なんでもないよ。ちょっと考え事をしていたら眠れなくてね。それならいいんだけど、何かあったら何でも相談してね。なんか怪しいんだよな、やっぱこいつ。それじゃあ僕は顔を洗ってくるから、また後でね。うん、僕は朝食の準備を手伝ってくるよ。まだ食料残ってんだ。心配をかけるね、自分。飛躍君と別れて自分の方をパンパンと軽く叩いた。昨夜ホームズさんから過去の話を聞き出したかったんだけど、結局今もまだ彼女は姿を現さない。これまでもたびたび長い間姿を現さない時があったけど、ここまで長いのは初めてだ。どうしたんだろう。僕に過去の話を聞かれたくないとか。いや、ありえない。自分で言っておきながらバカらしくなる。確かに過去の話を聞いた時にははぐらかされることが多かったけど、それはあくまで僕のためだと言ってくれてるじゃないか。これまでずっと僕の味方をしてきてくれたホームズさんが、どうして今更になって僕をごまかそうと言うのだろう。きっと寝坊しているだけだよね。まあそれか、もう意識が目覚めなくなってるか、完全に成仏しちゃったとか。全然それ普通にありえるでしょ。冷静に考えて、いつまでもあの状態でいられないんだから。僕は自分に言い聞かせるようにそう声に出していった。無能ちゃん、食器を運ぶのを手伝ってくれるかしら。ぼーっとしてないで手伝ってくださいと、少女は声に出して注意する。ヘブン、ちゃんと起きてたんだ。ごめん、今手伝いに行くから。あれ、ガックンはどうした？大丈夫か、あいつ。それからみんなで朝食を食べ終えた僕たちは、カガックンからの相談で全員で一緒に行動することとなる。もうちゃんといるんだ、ガックン。分電盤の修理はほぼ終わったんですが、うん、修理に必要な導線が見つからないんです。アナログ回線？僕の体質だと導線みたいな安全なものは見つけられなくて、ごめんね、役に立てなくて。まあまあ気にしないで。むしろ社畜ちゃんやゲドウちゃんがどこかに潜んでいる今は、みんなで一緒に固まった方が安全だわ。来るなら来なさい。ピンカートン家に伝わる上流武術、バリツで返り討ちですわ。おあちゃん、バリツ。いや、なんで中国憲法の掛け声なんですか。バリツは日本の武術だという設定でしょ。少女はシャーロキアン以外には分かりづらいツッコミをした。なんかマニアックなネタかまされたな、俺はネタが分かんなかったけど。全員で周囲を警戒しながら通路を進め、このどっかに下道探偵と社畜探偵が潜んでいるはずだけれど、全く気配が感じられない。昨日から特に変化もなし。彼らは何のためにこの研究棟に潜んでいるのでしょうか。少女が疑問を口にする。さすがにもう目的は終えているんじゃないかしら。私たちが出入り口を押さえていたし、エレベーターは壊れているしで、脱出に困っているのだと思うわ。あ、今誰も出入り口を見張ってませんけど大丈夫なんでしょうか。ヘリポートから脱出されちゃうんじゃ。出入り口のシャッターを閉じてロックしておいたから大丈夫ですよ。無理やりシャッターを開こうとすれば大きな物音がしてすぐに分かります。つまり今この地下研究棟自体が巨大な密室状態なんだね。不吉なことを言うんじゃありませんわ。なんだか密室というだけで殺人事件が起こりそうではありませんの。起こるんだろうな。誰が犠牲になるんだよ。この感じだと誰かが犠牲になるのはもう確定でしょう。確かにミステリー以外で密室なんて言葉なかなか聞く機会ありませんよね。文学さん、そっちの道具箱には何も入ってなかった？道具箱？工具しかありませんと、
少女は肩を落として報告する。ここならいろんな道具が置いてあるから動線も見つかるかもって思ったけど全然見つからないね。パクられたか。工具でパソコンを分解すれば動線くらい取り出せるんじゃないかと思ったけど、それは最終手段にしましょうと先ほど科学君に言われたばかりだ。どうやらパソコンを分解することに飛躍君が脅威を感じ取っているらしい。貴重な情報源だし慎重になるのも無理はないか。怪しい。ところでどうして動線が必要なの？ブレーカー内部の動線が古くなって切れていたんですよ。動線を取り替えてつなぎ直さないと正常に動作してくれない状態なんです。もしかして誰かがブレーカーの線を切ったのですかと少女は不安げに尋ねた。いえ、おそらく経年劣化だと思います。そもそもこの施設自体かなり埃まみれですし、 PC の OS も化石じみていました。随分と長い間誰も使っていなかったのでしょうね。うん、動線は経年劣化しますからね。変えた方がいいっすよ。僕が何度かこの本部の研究棟に足を運んだ際も地下は紹介されませんでしたし、不要なものの倉庫代わりに使われていたんじゃないでしょうか。そもそもここって何を研究している場所なのかな。私も思っていました。私たちは本来この研究棟で八つ崎港事件を推理するはずだったんですよね、と少女は疑問を口にした。この施設では以前から過去の事件をジオラマで再現したり、国内の施設では時間がかかるような検証を行っていましたね。ジオラマ。実際上の資料室には八つ崎港事件が再現されたジオラマもありましたよ。それはすごいね。じゃあ本当なら僕らはみんなでそのジオラマを元に推理するはずだったのかな。起こり得なかった if を考え気分が重くなる。本当なら誰も殺されたりせず、もっと多くの皆さんと協力しながら八つ崎港事件を解き明かすはずだったんだ。きっと大いに捜査が進展したことだろう。だからこそ八つ崎港が介入したということは重々に承知しているけれど、それでも気がめいらずにはいられなかった。科学君のフレンズも探偵同盟の技術を使っているって聞いたけど、もしかしてこの研究棟で作ってたの？ええ、その通りです。安全面や倫理的な問題から国内では使用の難しい道具や薬品も特別に使用可能なので、発明家にとっては夢の島なんですよ。生き生きしてんな。それ法的にアウトなんじゃ。アウトだからこそわざわざこの離島に本部を構えているそうです。なんだか聞いちゃいけない話を聞いてしまった気分だよ。まあ成功法だけじゃ平和は守れないってことよね。国内の警察組織は優秀な反面、組織が大きくて余計なしがらみが多いの。まあこの探偵同盟自体割とろくでもない組織っぽいし、だいたいワトだって拉致られてここに来てるわけだし。八つ崎港事件については被害者がどんどん増えている関係で全然処理が追いつかなかったと聞いているわ。だからこそしがらみの少ない僕ら探偵同盟に白羽の矢が立ったんだろうね。もっと表向きの理由はそうでしょうね。ですが本音を言えば何か問題が起きた時に責任を押し付ける体のいいデコイなのだと思いますわ。くそ、飛ばしちゃった。なんか前のやつ見えるの、どうだっけ、これか。だからこそしがらみの少ない僕ら探偵同盟に白羽の矢が立ったんだろうね。もっと自由に動ける僕らにしか解けない事件だと判断されたんだ。うん、まあそんなに大した話じゃなかったけど、飛ばしちゃって失礼しました。デコイ、つまり身代わりってことですか？ね、その通り。何も成果が上げられない時に有効なのは自分たち以外にヘイトを向けることですからね。私たちが成果を上げられれば御の字、私たちが失敗すれば
実態は大したことがない組織だとレッテルを貼られて袋叩き。どちらに転んでも警察へのヘイトは緩和されるという筋立てですわ。要するに何としてでも事件を解決しなきゃ針のむしろってことだね。責任重大だよ。まったく、この島から脱出した後も問題が山積みで頭が痛いですわね。本土に帰ったら皆さんで集まって経費で打ち上げを開いてやりましょう。経費を使うな。資料室を後にして次に向かったのは研究室。しばらくみんなで調査をしていると家族さんが声を上げた。あら、このパソコンについてるヘッドホンがあれば動線代わりになるじゃありませんの。確かに。大丈夫かな。どういうことですか。無知ですわね。ヘッドホンのコードも中身は導線ですわ。どうせ使わないのですし、ヘッドホンを何本かいただけば立派な導線の束を作れるのではなくって。ええ、各 PC にヘッドホンは一つずつついていますし、これを分解すれば十分必要な導線は確保できます。ありがとうございます、家族さん。なんか決定的なミスにつながらないかな、これ。ヘッドホンのコードの構造なんてよく知っていましたね。断線したコードの修理すらしたことがないなんて、これだから庶民は。そんなことせっせとやってたんだ。断線するたびにヘッドホンを買い替えていたら出費がかさむではありませんの。まあそうだけど、普通は買い替えるんじゃないかな。うん、僕も買い替えます。え、苦労してるのね家族ちゃん。少女は家族探偵の肩へと手を置き、無言でうんうんとうなずいた。ちょっと無言じゃねえよ。別にヘッドホンを買い替える余裕がないほど貧乏だというわけではありませんことよ。勘違いなさらないでくださいましね。うん、いや、よかった。なんかこれでこいつは黒じゃないことがはっきりしたわ。ただもはやピンカートン家の名声がすでに過去のものなのは事実。家族の名の通りすでに散った花のごとき家系ですわ。ですが必ずまた咲き誇ってみせます。そのためにも無駄遣いはできないというだけなのですわ。さあ科学さん、早くブレーカーを直しなさい。私は必ずこの島から生きて脱出し、ピンカートン家の再興を果たすのですから。頑張れ。あれが家族さんの覚悟か。実家の再興のためならオメイハジも受け入れる。とても明快で好感の持てる覚悟だ。目標が明快だということは本人はもちろん、その人を慕う部下にとっては喜ばしいことだ。きっと家族さんの部下たちは迷いなく彼女を慕うことができるのだろうなと思った。その後分電盤の修理が無事に完了した僕らはエレベーターの元へと戻ってきた。大丈夫なんだ。そこである事実に気づく。あれ、ほう、エレベーターのボタンのところのこれは鍵穴でしょうか。鍵穴。あら本当ね、飛脚ちゃん、エレベーターのボタン反応する？いえ反応しません。電源は通っているようなので配電盤は直ったと思うのですが。考えられるとすれば地下牢にあった鍵でしょうね。ああ、あったな。誰が持ってんだ。そういえば地下牢にエレベーターの鍵がありましたね。地下牢から出る際に見当たらなくなっていましたけど、誰か持ち出した人はいますか。社畜か。誰も手を挙げない。まさか嫌な想像が脳裏をよぎった。その想像を肯定するように地下にアナウンスが響き渡る。やあ探偵諸君、お、やっとエレベーターに電源を通してくれたみたいだね。嬉しいよ。お前かい、モツさんは。外道探偵、どこから声が。周囲を見渡すと天井近くのスピーカーから声が流れていることに気がついた。僕らの困惑を無視して外道探偵の声は続く。君たちもお気づきの通り、そのエレベーターを呼び出すためには鍵が必要だ。そしてその鍵は俺が持っている。鍵が欲しければ俺の言うことに従ってもらうよ。
誰が従うものですか。今から私が捕まえに参りますから覚悟なさい。どこにいるかわからんだろう。家族さんが即座に要求を跳ねのけた。さらに少し顎に手を当てたかと思うとすぐさま廊下を指差して語る。奥のモニタールームにアナウンス用のマイクがあったはずですわ。ああ、芸道探偵はそこにいるに違いありません。なるほど。さあ参りましょう。待って家族ちゃん。すぐに駆け出そうとした家族さんの腕を美食さんが掴んだ。あの下道ちゃんが無策でこんな真似すると思ってるの。まあそうだろうな。慌てて向かえば足元を救われるような仕掛けが施してあるに違いないわ。確かにその通りですわね。先走りそうになって申し訳ありませんわ。でもだからってここでじっとしているわけにもいきません。罠を警戒しながらモニタールームへ向かいましょう。もう下道探偵の好きにはさせない。僕が先頭になるからついてきて。大丈夫かな。こんな時のために新たな捕獲用のフレンズビリビリ君を用意してあります。絶対に捕まえましょう。使えるのかそれ。もう武装探偵もいないからな。文学さんと美食さんはこの場に残ってエレベーターの監視をお願いします。まあまあ、でもどうだろうな。一番戦闘力の高い美食がいた方がいいような気はするんだけど。ええ、任されたわ。パンくず一つ見逃さないから安心してね。皆さん気をつけてください。と少女は心から無事を願うのだった。どうだろうな、この人生の振り分け方は。下道探偵のアナウンスが終わるのも待たずにみんな一斉に行動を開始する。僕らの行動の最中にもスピーカーから下道探偵の軽口が流れ続ける。おいおい、人の話を落ち着いて聞くこともできないのかな。困ったものだね。そんな悪い子たちにはお仕置きが必要だな。気をつけてこちらへ来るといい。さすがに SPX はここでは出ないよな。君たちには最初から選択肢なんてないんだよ。モニタールームの前まで来たけど推理パートそろそろ来るかな。罠の一つもなかったね。ほう、無事にモニタールームの前と到着。あまりにもあっけなく到着してしまい逆に警戒心が強まる。もしかしてモニタールームはブラフか。でも先ほどのアナウンスから時間も経っていないし中に何らかの痕跡があることはまず間違いない。妙ですね。ここまでもったいぶったことをしておいて何もしてこないなんて。ここまでやっといて下道と社畜が実はグルだったとかないよな。まずは僕が様子を見てみるよ。僕なら下道探偵の罠にも気づけると思うから。お前を信用していいのか。そこがそもそも俺は心配だけど。気をつけてね飛躍君。危険な気配がしたらすぐに出てきてよ。絶対に逃がしませんわよ下道探偵。私の馬術で血だるまにこしらえてやりますわ。チェスト。いやお前戦闘力皆無だろう。飛躍君がモニタールームで、モニタールームでと入っていた。どうかなかと思うとすぐ悪気に取られた妖精部屋から出てきた。どうしたの飛躍君。下道探偵がどこにもいないんだ。その代わりマイクの前にはこんなものが。飛躍君の腕にはテディベアが抱かれていた。一見何の変哲もないぬいぐるみ。ただその子の腕には何か機械が抱きかかえられている。あらあら、可愛らしい奥馬さんではありませんの。その子が抱えているもの、それって通信機じゃありませんか。本当だ。しかも電源が入ったままだね。僕に貸してください。きっと下道探偵はこの通信機を利用して自分のいる場所をごまかしたんです。僕は分析して何とか居場所を暴いてみせます。いい分析だよカッくん。通信機からひどく楽しげな声が響いてきた。考えるまでもなくそれは下道探偵のものであることは明らかだ。
いやー、すまないね。俺はこう見えてもシャイだから代理を頼んでしまったよ。テディベアのゲドちゃんだ。ゲドちゃん、仲良くしてあげてくれよ。要求は何なんだ、ゲドウ探偵。お前の要求を飲めばエレベーターの鍵をこちらへ渡すんだな。話が早くて助かるよ。俺の要求はただ一つさ。無能君、君と一対一で話がしたい。資料室まで一人で来てくれ。そんな要求断固拒否ですわ。家族さん、家族さんが熊ごと通信機を手に取って噛みつかんばかりの剣幕で怒鳴りつける。ゲドウ探偵、あなたが何を考えているかは知りませんけどね、無能さんは私たちの大切な仲間なのですわ。いや、要求は飲んだ方がいいぞ。あなたのような殺人鬼のもとへ一人で向かわせるわけがありませんでしょ。必ずあなたを見つけ出して鍵を奪い取って差し上げますから、そのつもりでいなさい。それは楽しみだね。ノイズ混じりの冷たい笑い声が廊下に響く。その時視界がバチバチと明滅でいいのか、エンドシーンが発動する。最後にいいことを教えてあげるよ。俺がわざわざこの地下を訪れたのは、首についた首輪の外し方を知るためだ。残念ながら分解の方法はわからなかったけど、予備の首輪の保管場所とその操作方法は知ることができてね。せっかくだからゲドちゃんにもプレゼントしておいたよ。うん、こいつが爆発するのか、最悪だな。家族さん、そのクマから嫌な気配が。飛躍が叫ぶと同時に家族さんの手のクマが爆発する予知をした。うん、まだ間に合う。地面を蹴って家族さんの腕からクマを奪い取った。そして即座に遠くへ投げ飛ばす。伏せて家族さん。僕の手から離れて間もなくクマが炸裂。灼熱の爆風に吹き飛ばされ、たまらず床を転がされてしまう。強烈な火薬の匂いに思わず咳き込んだ。爆風で廊下に煙が立ち込め何も見えない。通信機の破片が刺さったのか、腕に刺すような痛みが走る。けど探偵、ひりつく腕で体を押し上げ何度も立ち上がった。まさか本当に爆弾が仕掛けられているなんて。あと一瞬でも行動が遅かったら家族さんは間違いなく死んでいたし、僕らも無事では済まなかったはず。ゲドウ探偵は本気で僕らを殺す気なんだ。みんな大丈夫、怪我はない。僕は平気です。でも飛脚さんが頭を打ってしまったみたいで。私も平気ですわ。ゲドウ探偵、どこに隠れているんですの。君たちの後ろさ。お、いた。背後から声がした。振り返ると同時に照明で輝くナイフの切っ先が目に映った。さあ避けてみなよ。実力行使で来たね、こいつも。ゲドウ探偵の振りかぶったナイフが横投げに僕へと襲いかかる。まずい、これは避けられない。ほどきなさい無能さん。おいやめとけやめとけ。次の瞬間家族さんに突き飛ばされ、再び床を転がる。マジかよ。僕に代わってナイフを受けた家族さんの腕からパタパタと血が床へと滴り落ちていく。いや、今となっては家族も結構愛着あるよ。家族さん、んー、大丈夫か、無事か。心臓が跳ねた。同時に脳裏で聞き覚えのある声が響く。ワトウくん、しっかりして。ワトウくん、見覚えのある光景でも何かが違う。サヤカちゃんが血を流していない。サヤカちゃんが泣きながら僕の名前を呼び続ける。
おかしい。これじゃ今まで見てきた光景と真逆だ。まるで僕の子が死んだみたいじゃないか。意識が現実へと引き戻された。あまりの光景に僕は思わず息を呑む。僕の目の前で外道探偵は家族さんの首に腕を回し、彼女の方にナイフを突きつける。あ、一応今は無事なのか。僕をかばって切られた家族さんの腕から真っ赤な血が伝っていく。まあ、無事ではないか。無傷じゃないもんな。深手ではない様子だけど、出血量は決して少なくない。早く手当てをしないと。外道探偵、一体どこに潜んでたんだ。すぐ横の研究室さ。人の行動を誘導するコツは、わかりやすいゴールを用意してあげること。あんなアナウンスを聞けば、モニタールームを調べるまでは他の部屋に目もくれなくなって当然だよね。どいつもこいつも素直すぎて可愛いな。さて、これでもう交渉なんてまどろっこしいことも不要になった。さあ、無能君、家族ちゃんの首をねじ切られたくなければ一緒についてきてもらうよ。まあ、ついていくしかないよな。冷たい声で語る外道探偵、注意深く観察を続けているけれど一切隙は見せない。ナイフの切っ先が家族さんの首筋をなぞるように伝え、見ているだけで血の気が引いていく。わかった、お前の言う通りにするよ。だから家族さんを。いけませんわ、無能さん。家族さんが僕の言葉を遮った。あなたと科学さんは飛脚さんを連れてすぐにエレベーターでこの施設から脱出なさい。でもカルダモンもありませんわ。これはリーダー命令ですわよ。カルダモンって逆らうことは許しませんわ。その人質を思いない強気な発言に外道探偵が大笑いする。さすがは家族ちゃん、素敵な胆力だ。でもエレベーターの鍵のことを忘れてないかい。君を見捨てるにしてもエレベーターの鍵は必要なんだよ。その鍵って床に転がっているあれかしら。ほう。ええって お前肝心なとこ抜けてんな。別に外道のことを応援するわけじゃないけど。この鍵を。自分の足元の鍵を拾って確認した。それは確かに地下で見たものと同じ鍵。いつの間に足元に鍵が。外道探偵ともあろう人が大事なものをポケットに入れたまま油断するのはよろしくないのではなくって。思わず奪い取ってしまいましたわ。さあ無能さん、その鍵を持ってお逃げなさい。エレベーターとヘリポートさえ封じてしまえば外道さんは地下から逃げられません。八崎この事件もきっと解決に向けて動き出しますわ。やけにすんなり捕まったと思ったら抜け目がないね。でもいいのかな、他のみんなが逃げたら君も一緒に取り残されるんだよ。死ぬのが怖くないのか。そうですよ、家族さんを置いて逃げられるわけないじゃないですか。あー、ここであれか、社畜に言われたあれか。なんだ、カルネデスの板だっけ。なんか社畜が言ってたのとちょっと違う気ような気がするけど。僕の問いかけに家族さんは穏やかな微笑みを返した。怖いに決まっていますわ。誰だって死にたくはないでしょ。ですが死よりもっと恐ろしいのは我が身かわいさに死者を増やしてしまうことですわ。私は偉大なるピンカートン家の末裔。私の命で大勢を救えるのなら悔いはありません。さあ早くお行きなさい。そうか、見直したわ。社畜さんが語っていた、うん、そうそうそう、これね、カルネアデスの船板の話を思い出す。なんかこれ元はカルネデスじゃなかったっけ。自分が助かるために誰かを犠牲にする、それが正しいかどうかなんて誰にも分からない。だけど今自分を犠牲に大勢を救おうとする家族さんの姿を見て思った。この姿こそ僕が理想とする探偵像であることを。外道探偵、あなただけは許しません。お、散々いじめられた借りを返す。お、ガー君が拳銃型のメカを外道探偵と突きつけていった。そんなもの子供が作るなよ。少し
でも動けば撃ちます。動かないでください。おっと、銃型のフレンズか。その構造、おそらく銃型のスタンガンだね。これはまた面白いものを作ったな。ゲドウ団体はひるむ様子もなく、家族さんを人質にしたまま動き出す。この男に恐れというものはないのか。撃つって言ってるんですよ。どうして動くんですか。もうガックの方がビビってるもん。この数日で随分と成長したみたいだけど、君にはまだ撃てないよ。手元が狂って家族ちゃんに当たれば最悪感電死だものな。うん、完全にね、メンタル的にリードされてるね。武装ちゃんを失ったばかりの君にそのステージはまだ早い。もっと経験を積んでからまたおいで。舐めないでください。挑発に乗らん方がいいぞ。カー君がスタンガンを撃とうとにじり寄る。ただその銃口はわずかに震えていて照準が定まらない。銃を持って対峙しているにもかかわらず、ゲドウ探偵の圧力に屈してしまっている。やはりこの男は規格外の凶悪さだ。さて、名残惜しいけど一旦お別れの時間だ。ん？無能君、今から1時間後その鍵を持って資料室に一人で来てくれ。さもないと家族ちゃんの公開八つ咲きショーが始まるよ。俺が脅しでこんなことを言わないことはよーく分かっているだろう。エンドシーンで未来を見るまでもなく本気の目だと分かる。ゲドウ探偵は1時間後宣言通り家族さんを殺すだろう。長くない付き合いの中でも目の前の男の残虐性は痛感している。必ず行く。だから家族さんには傷一つつけるなよ。でもこいつがラスボスっていうか安田飛行ではないとは思うんだよね。こいつが安田飛行だったらなんかちょっとつまんなくなっちゃうし。バカ庶民、私のことなど。いい返答だ。それじゃあラストステージで待ってるよ。待て。部屋の入り口へと向かおうとしたゲドウ探偵の動きに合わせ、科学が研修型の機械の銃口をずらそうとする。ただ引き金を引くよりも早く、ゲドウ探偵は家族さんを連れ廊下の奥へと去っていくのだった。あれ、家族さんは、家族さんはどこ。意識失ってたのかこいつ、それとも気絶してたふりか。立ち上がって周囲を見渡し、飛躍君が焦った様子で問いかけた。僕も科学も答えられない。自分の無力さを恨みながら、ただ立ち尽くすことしかできないのであった。だってモニター室の中に入ったのこいつだけだもんな。なんか引っかかんだよな。どうすっかな。ちょっとこの辺で一旦一区切りにしようかな。もうちょっとしたら推理パートが来るような気もするので、一旦ここで中断してそのまま続きを取ろうと思います。また次回よろしくお願いします。